ハリファックス伯爵ウッド家の紋章。ハリファックス伯爵は、イギリスの伯爵位。過去に4度創設されており、現存するハリファックス伯爵位は1944年に、第3代ハリファックス使爵エドワードウッドが、連合王国貴族として上されたことに始まる。初代ハリファックス使爵、ジョージ・サビルが1679年に、イングランド貴族として上されたのが、 最初の創設である。彼はさらに1682年にハリファックス公爵に上されたが、唯一の男子、ウィリアムサビルに男子がなかったため、2代で耐えた。続いて、保育党幹部の一人であるチャールズ・モンタギューが1700年12月13日にイングランド貴族、ハリファックス男爵、1714年10月19日にイングランド貴族、 ハリファックス伯爵に譲された。彼には男子がなかったため、ハリファックス伯爵位は一代で消滅したが、ハリファックス男爵くらいの方はおいへの特別継承権が認められていたため、老いのジョージに継承された。ジョージは1715年6月14日に、グレートブリテン貴族、ハリファックス伯爵を新規に与えられている。 しかしその子であるジョージ・モンタギュー・イコール・ランクが男子を残せなかったため2代で廃絶した。ウッド家の人間で最初に称号を与えられたのはフランシス・ウッドである。彼は1784年1月22日にグレートブリテン巡談爵カウンティ・オブ・ヨークにおけるバーンズリーのウッド巡談爵に助された。彼には子供がなかったが、 この順段借位は兄弟への特別継承権を認めていたため、彼の死後、老いのフランシス・リンドリー・ウッドに継承された。その子である、第三代順段借サーチャールズ・ウッドは、ホイッグ等政権下で、閣僚職を歴任し、1866年2月21日に、連合王国貴族、カウンティ・オブ・ヨークシャーのウェイスト・リディングにおけるモンク・ブレトンのハリファックス死釈に上された。 その孫、エドワード・フレデリック・リンドリーウッドも就職前に、保守党政権で大臣職を務め、1925年12月22日に、連合王国貴族、カウンティ・オブ・ヨークにおけるカービー・アンダーデールのアーウィン、男爵に除された。その後1926年から1931年まで、インド総督を務め、1934年に、 父から第三代ハリファックス死者位を継承。1938年から1940年にかけては外務大臣を務め、1944年7月11日に連合王国貴族、ハリファックス伯爵に助せられた。以来その直系の男系男子によって、ハリファックス伯爵位は継承されている。2015年現在の当時はその孫にあたる。 第3代ハリファックス伯爵、チャールズ・エドワード・ピーター・ネイル・ウッドである。ありがとうございます。